トランプ氏本人は無事でした。FBI などによりますと、シークレットサービスが公衆用のフェンスの外から銃を構えていた男に向けて発砲した。奥さんなら永久無事ですよ。男は車で逃走しましたが、間もなく拘束され。